県内を襲った震度6弱の地震で、改めて備えへの関心が高まっています。防災グッズを扱う宇和島市のホームセンターを取材しました。ホームセンターに来ました。いろんな備えがありますが、今日は防災グッズに注目します。皆さんの地震への備えは。ひどい揺れやったから、とっさには何もその時はできなかったんですけども、普段の備蓄というのをね、何日間かは家の中で生活できるような自宅で準備が必要かなと、水とかね、食料とか。これまでなんですけど、備えてされてました？してないですね。必需品をね、枕元とかね、ちょっとジャージを置いたりとか、そういうね。おとといの夜、震度5強を観測した宇和島市にあるホームセンター。こちらでは入り口に近い場所に防災コーナーを設け、現在およそ40種類の商品を取り扱っています。今必要な備えとは、店長に聞きました。棚がですね、倒れない、転倒を防ぐ備えが必要じゃないかなと思います。家具の転倒を防止するグッズ、中でも売れ筋は耐震ポールっていうものがあります。この耐震ポールはタンスや棚などの家具と家の天井を突っ張って家具の転倒を防ぎます。私も90年代にあった阪神・淡路大震災を経験しまして、その時に、物が大量に倒れてくるっていうことを経験して、何かが落下することによっての、人の命を奪いかねないものではないかなと思うので、やっぱりこれは非常に私としては推していきたい商品とあります。今回の地震を受け、昨日だけでも30本ほど売れたといいます。次の地震に備えて買いました。安全のためにね。また同じく今売れているのが非常用のトイレです。袋がありまして、こちらを便器にかけていただく、はい、でこちらで、尿であったり便をやっていただいた上で、こちらの凝固剤で固めていただいて、最後捨てていただくっていうような感じで、はい、これだと水を使わずに固めて捨てられる、そうですね、そうですね。この他、急な避難生活にも役立つアイテムが入った防災バッグもおすすめだということです。いつ何時起こるかわからない天災に備える、これが非常に重要ではないかなと思います。いつ起こるかわからない災害に備えて準備が大切です。